はこんばんは。トトトトトトトのトト、こんにちはこんばんは。今日もここ VR ご覧いただいてありがとうございます。今日はこのワールドのご紹介ではございません。このワールドはもう今までに何度も何度も動画でご紹介してきた、もう色合いが本当に私大好きで、撮影以外でも何回も来てるんですけれども、この私の大好きなクリエイターさんが新しいワールドを作られたということで、そのワールドがなんだか日本のジブリの世界観もちょっとあるようなすごいワールドだと下見に行ったスタッフから聞いて、今からワクワクしてます。私は初めていきますけれども、一体どんな素敵なワールドなのか、もうこの世界観を作るクリエイターさんなので、もう本当に期待が高まってワクワクしております。新しいワールドの名前は SUKU、 スクというワールドです。行ってみたいと思います。はい、やってまいりました。ジョインしたのは何やらテントのようなこういうカプセル状の中です。それではもう本当にもうここからワクワクが止まりません。行ってみたいと思います。わー、わー。あら、ちょっとちょっと、いきなりちょっと、もののけ姫に出てくる、なんかもののけ姫に出てくるキャラクターっぽいものがあります。あー、そしてなんか虫の声が、音の演出もすごいです。はー、おっきい。すごい大きい。うわ。ちょっと、そして振り向いたら、海です。あ、わかった。私、あそこから出てきたということは、漂流したんだ。ああいう避難カプセルみたいなのに乗って、この島に漂流したということです。このクリエイターさん。コンパクトなワールドから壮大なワールドから本当に。私は行ったんですけど、まだ撮影してないワールドもあるんですけれども、また、わー、この海の表現もすごい。わー、あれ、靴のまま入り、うわ、海入れる。すごい。わー。ちょっとかなり壮大なワールドということで、一個一個じっくり見たいんですけれども、ちょっとどんどん行ってみたいと思います。ああ、どっちに行けばいいんだろう。こっちですか？そこに小屋みたいなのがありますけれども。わあ、なんか大自然の中に来た感じで、お天気いいんですけど、空の奥の方に星が光ってる。わあ、道外れて、こういうところも行きたくなる。やっぱり、うん、ジブリの影響を受けてられるのかなって、ツイッターとかでもたくさん書いてる方いたんですけど、そんな感じですね。すごいです。わあ、この小屋なんでしょうか。この小屋なんでしょうか。すごい。あら？小屋に入ったらこれ何？ショープレイ？なんだろう。フレンドさんと来た場合、ここでフレンドさんのところに行けると。大きなワールドなので、迷子になるからフレンドさんのところに行けますよと。こういう機能もつけてくれてます。この島を散策するだけでも、癒される。もう癒されてます、私。なんかこうやって、ね、いいお天気の中、木漏れ日、太陽の光、紫外線気にしなくてもいい太陽の光を浴びながら、木漏れ日の中をこうやって歩くだけでも、すごいこの世界観。癒される。すごーい。木漏れ日がめっちゃいいです。木漏れ日がめちゃくちゃ素敵。え？なんか浮いてる。あれ何？何これ？この辺もなんかジブリっぽいですね。なんかね、面白い。ちょっとプチラピュタみたいな、そんな感じです。下見に行ったバーや下見に行ったスタッフによりますと、もう道なりにずっと行けばいろんな物語に巻き込まれていきますよということなので、行きたいと思います。あれ、なんか行き止まりになってる感じ。ここは何だろう。ここ行き止まり、あ、こっちに行ける。わー、
木の葉っぱが揺れてて、風で木が揺れてる音が聞こえる。虫の声も聞こえる。わー、すごーい。あ、なんか家が見えてきました。家が。わー、セミの鳴き声が急に。すごい、なんだろう、あの家は。もうワクワクが止まる。わー、お花も綺麗。木漏れ日もいい。空も綺麗。お花もいい。そしてあのカラフルな家は何でしょうか。何このカラフル。やっぱり私このクリエイターさんの色の使い方大好きですわ。お城みたいなお家。入ってみたいと思います。わあ、わ、中になんか魚。なんか、崖の上のポニョを思い出すような世界観。あら、わあ、わあ、なにこれ、すごーい。この中はちょっと崖の上、ちょっと口も、この中は崖の上のポニョをちょっと影響を受けたのかなっていうような魚のオブジェクトがいっぱいありました。一個一個のオブジェクトが本当にジブリっぽくて、日本のジブリって世界中にこうやって影響を与えてるんだと思ったら、なんかものすごくなんか誇らしい気持ちになりますよね。日本にも海外にも天才クリエイターがいっぱいいると、それぞれの国の人がそれぞれの国のクリエイターに影響を受けて、またいろいろな才能を受け継いで影響を受け合っていろいろなものづくりをして、あら、ちょっとこれ千と千尋の神隠しのあのイメージにすごく似てる。でもお地蔵さんとかではなくお猿さんがいる。この壁のめくれた感じとか、壁に木漏れ日が影が映ってる感じもすごくいいです。じゃあトンネル入ります。千尋、早くしなさいあのちょっとツンとしたお母さんの感じですよね。そしてトンネルを出ると、あ、神、わー、何、わとかブルーで統一されて、あ、最初にほら動画をスタートしたところに、やっぱりこのクリエイターさん、こういうちょっと変わった植物が特徴の、あ、そしてここお水です。なんかあそこでラジオみたいな、ここの ラジオがなんか、あ、この辺もなんかちょっとジブリっぽい、この乗り物
コロンとしたこの飛行機とかめっちゃジブリっぽい。かわいい飛行機、この形。ちょっと待って、これも千と千尋のキャラクターにちょっとなんか似てる感じの。水の中を歩く感じです。すごーい。私が大好きな先ほどのワールドはピンクが基調だったんですけど、こちらはブルーとかグリーンが、このオブジェクトの可愛らしさ。すごーい、可愛い、大好き、好き好き、ここも何回も来ると思います。わあ、そしてこの建物すごい。何これ、すごい可愛い。質感とかテクスチャーもすごく好き。わあ、何これ。あ、なんか来た。あ、これさっきからずっと空を。わあ、さっきの飛行機と同じで船もコロンとしてて、しかも空飛んでる。面白い。これもなんか乗り物みたい。なんかナウシカに出てくるオーブのような、そんな感じもします。あ、なんか演奏会してます。あ、そして奥にも同じような建物が。あ、なんか演奏会してるキャラクターがめっちゃ面白い。わあ、この色合いすごい面白い。見てください、大きな顔。何これ。周りにあるイボイボの玉玉も、リュウくんが大好きだったおもちゃに似てて可愛いし、リュウくんが大好きだったおもちゃに似てるこの顔の色合い、めちゃくちゃ好き、好みです。この顔の色合い、どこまで広いんですか、このワールド。どこまで探検できるんですか？すごーい。楽しい。めちゃくちゃ楽しい。もう歩くだけで何回も来たい。来るたびに発見がありそうな。もうこの世界観大好き。あ、今度は黄色のオブジェクト。何これ？なんだこれ？あ、中に入ることができるオブジェクト。わあ、面白い。わあ、子供の時こんな公園あったよね。わあ、子供の時にほら、タコ公園とか。あ、これなんか、あ、わあ、どんどんいろんなとこに、あ、つながってるんだ。わあ、お花畑。わあ、面白い。わあ。降りてこなければ、このあばら骨みたいな、あ、なんか大きな、生物の体内に入るような、そんな感覚なんでしょうか。わあ、面白い。わあ、あばら骨みたいなところ登ることできます。わあ、滑り台みたい。わあ、面白い。わあ、すごい。わあ、ほんと体内みたい。わあ、この空間もすごい。わあ、すごい面白い空間。なんか本当に何かの生物の体の中に入ったような、入ったということは、あそこ出口っていうことは、あれの、あまり深く考えるのは、そうで。こっから出たらどこに、今度。ポンと。あ、わあ、すごい。わあ、落ちます。わあ、太陽の塔みたいな。わあ、面白い。クリエイターさんなんだろう、これ作ることできる人。どんなクリエイターさん？すごーい。このクリエイターさんにここクマを使ってなんか作っていただくことできないですか？難しいですか？どこの国の人かもわからないです。はい、説明欄は全部英語です。いろんなオブジェクトも楽しいんですけれども、この森を歩いてるだけでも本当にリフレッシュっていうか、リラックスっていうか。あ、これ何？なんか大きな鳥が何か吐き出して、その吐き出した中に猿がいる。わあ、おっきい、すごーい。わあ、何これ、すごーい。わあ、結構高台に来ました。結構森を歩いて、
この辺まで来るとなんか爽快感というか達成感というか、登山したようなちょっとハイキングコース頑張って歩きましたぐらいの爽快感というか達成感というか、そんな清々しい感じがあります。わー、あ、そしてなんかある。何何、わー、ここが一番頂上でしょうか。すごい、何でしょうか。なんかピアノの音が聞こえる。何何、あ、なんか鯉のぼりみたいなのが浮いてます。あ、シーラカンス、あ、さっきのあのお屋敷に行った魚。わー、魚が、あ、面白い。あ、手前の魚も面白いけどさっきのに似て、奥の魚見て、この色合い大好き。わー、今回このワールドはマリンブルーとなんか寒色系の色が特徴ですね。この色合いもすごい好きです。あー、そしてどうやらここがゴール。ワールドの名前スクと SUKU スク。わー、そして 3D モデル、面白い。え、これアバターじゃない。え、アバターにしたら面白いのに。わー、面白い。わー、この色合いですね。今回のワールドのテーマカラーというか、やっぱり色合い面白い。エンジにこの綺麗なグリーンのドットもめっちゃ可愛い。わあ、顔が面白い。ほーっと、ほーっと。わあ、そしてなんかピアノの音楽が聞こえますね。わあ、ゴールはカフェですか？あ、誰かピアノ弾いてる。誰かいる。こんにちは。ゴール着きました。あ、おじさんが。おじさんがピアノ弾いてる。おじさんが、こんにちは。おじさんもすごい特徴的。おじさんの顔もすごい特徴的。わあ、面白い。ピアノが上手。楽譜もちゃんと。すごい。そしてなんか ET みたいなのがいる。わあ、これも面白い。ET、 広角下がってる ET が、広角、宇宙人。え、ここ宇宙ですか？あ、なんかウミガメのような、ウミガニ？カメ？カニ？何これ？わー、この空間も面白い。わー！わー、この空間は、私のあの好きな、やっぱこの、こういうちょっと変わった植物が、このクリエイターさんの特徴ですね。わあ、この空間もめちゃくちゃ好み好き。そして窓から見える風景は海。床のタイルもコラージュみたいで可愛い。面白い。バーのような、レストランのような、カフェのような。わあ、面白い。このカフェの中からさっきの魚を見るとまた面白い。すごい。あ、何これ、室内に池がある。わー、はい、お風呂でしょうか。ここは何でしょうか。あー、あの魚本当に面白い。なんかすごく刺激になりますよね。魚が空飛んでたっていいんですもんね。 VR の世界だから、なんか発想が凝り固まってることに気づかされます。もっと自由でいいんだよって。そして2階は、わー、わー、何ここ、2階も面白い。バスの中の植物園みたいな。わー、色合い好き。色合い好きです。ライティングも、わー、こっから、わー、すごい。あ、入れてしまう。入ってしまえた。コライダーがないので、わー、いい。住みたい、ここに。ここいい。欲しい。部屋に欲しい、この空間。癒される、落ち着く。この色合い大好き。そして何気にさ、白い外壁もさ、ただの白じゃないの。ほら、レリーフみたいにちょっと立体的になってるんですよ。こっからちょっと見にくいですか？ちょっとドローン飛ばしましょうか。ほら、見て。ただの白じゃないの。ほら、
立体的な、こうなんていうの、ペイズリー柄っていうか、ただの白じゃないんですよ。すごい。そしてこのガラスケースもめちゃくちゃいい。え、ここも入ることが、あ、できる。うわー、ここ写真スポットですよ。ここで、わあ、かわいい、綺麗。わあ、ときめく、綺麗。わあ、素敵の。わあ、好き。わあ、面白い。はい、ということで、今回は私の大好きなクリエイターさんの最新ワールド、スクに、お邪魔しました。すごかったです。最初に動画を始めたあのコンパクトなワールドも大好きなんですけれども、打って変わってここは壮大です。探検、お散歩、ハイキング、登山、なんて言ったらいいんでしょうか。かなり大きなワールドで随所に見どころあって、多分まだ見落としているところもいっぱいあるので、また何かで紹介するかもしれませんけれども、紹介する前に私はたびたび訪れたいと思います。というかこの後まだちょっと散策したいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。